山田です。間もなく GO バトルリーグ、こいつがですねマスターリーグの方に切り替わるんですね。まあ、個人的にはですね、ハイパーリーグ、とてもとてもきつくてですね、切り替わってくれることが、まあ、嬉しいような、でも、なんかこう、上達できてないから悲しいような、みたいな感じなんですけれども、そんな中ですね、マスターリーグに行く前にですね、つい最近、いろんな変更が来たので、マスターリーグ、環境がこう、いろいろ変わりそうなんですよね。なので、ちょっとマスターリーグの環境が、じゃあ今回どうなるんだと、どういうことに着目して、何を考えて、マスターリーグに突入すればいいのか、っていうのをですね、今回ちょっとお話ししようと思ってですね、ゲストがおります。はい。PC の方でですね、実はもう、繋がっております。江野さんです。江野さんお疲れ様でーす。お疲れ様でーす。江野でーす。はい。あと、ヤスもいます。はい。はい、います。いや、ヤス、それはミミッキュです。それはミミッキュです。はい、はい、はい、ということですね、今回ね、まあ、僕一人でお話しするのだとね、全然やっぱ掘り下がらないんですよ、ぶっちゃけね。ということで今回ね、江野さんに、まあ、ちょっとね、聞いていくという形でですね、あとまあ、ヤス君もですね、GO バトルリーグめちゃめちゃやってますので、まあ、彼からも何か意見があればということで、話を聞いていくという感じになります。ということで、もう早速なんですけど、江野さん。はい。今回ちょっと GO バトルリーグでですね、はい、ハイパー、マスターリーグの、はい、技、はい、技の、変更が、まああったじゃないですか、ちょっと前に。ありましたね。はい、威力が下がってしまった、はい、原子の力や、怪しい風やら、あれによってですね、要は評価がちょっと下がっちゃうようなマスターリーグのポケモンっていうのが、まあ、いるのかなっていうのをちょっとお話聞きたくてですね、実際どうですかね。はい、そうですね、一番、まあ、影響、まあ、マスターリーグだと影響を受けてるのがギラティナのオリジンフォルムと、うん、トゲキス。ギラティナのマスオリジン、はい、とトゲキス、ね、はい、いやまあそうですよね、この2匹はかなり影響を受けるのかなとは思ってますね。はい、特に結構気になるのが、うんうん、ギラティナのオリジンが覚えてた怪しい風、うん、怪しい風、はい、威力だけじゃなくて必要なエネルギー量も増えてるんですよね。あ、前回40だったんですけど今回45に上がってて、はい、なんで、はい、前回シャドウクローって1回で8溜まるんですよ、ゲージが。ね、なんで5回で打てたのが、うん、6回使わないと打てなくなった、うん、なるほど、っていうのが、はい、微妙にその、うん、まあ、バフ狙いじゃないですけど、その、うんうんうん、能力上昇させるための狙いとしても、うん、割とまあ1回多くなっちゃったんで、うん、きつかな、うんうん、なったのかなとか、あと1回打てれば、シャドウクロ打てれば怪しい風打って退場できたのにみたいな時とかも、うんうん、あったのが、それがちょっとできなくなるって可能性が今後出てくるので、うん、なるほど、まあオリジンは結構影響を受けてるのかなと、まあでも強いですけど、もうちょっと強いんですけど、まあ、前回ほどのそのなんかゴリ押しできるような強さになるのかどうかっていうのはちょっとまだ分かんないですね。うん、なるほどですね。まあギラティナさんはもう本当に、まあもちろんね、今やってるハイパーリーグでも活躍ね、はい、アナザーの方がしてたりするじゃないですか。はいはいはい、まあ、だからそのアナザーもオリジンもギラティナって強いっていうような、やっぱりその GO バトルリーグをプレイしている人たちからだと印象だと思うんですけど、はいはい、なんかその両方ともその技がちょっとこの前の技修正の影響を受けちゃってるじゃないですか。はいはいはい、まあ、それが今回のマスターリーグの方でも、まあ、特にマスターだとオリジンの方がちょっとき少しきつくなっていくのかなというような感じですかね。そうですね、はい、トゲキスとか、はいはい、でどうなんですかね。トゲキスはですね、はい、まあ、原子の力があったじゃないですか、うんうん、で、はい、あれでいわゆる、まあ、トゲキスミラーみたいな対策じゃないですけど、はい、トゲキスにの対策としてトゲキスを使ったりとかっていう時とかありましたりとか、うんうん、で結構使えてたんですけど、うんうんうん、原子の力の威力の下がり方が70から45で、あれえぐいですよね、下がり方しててそんな下げなくていいじゃないかってぐらい下がってますからね。あれちょっとすごいっすね。そうですね、あれすごいよね。あれ、あれなんか、うんうんうん、爆風全然耐えますもん。そうですよね、はい、抜群とか関係ねえからみたいな感じだね。そうなんですよ。そう、やっぱ爆風の爆風使いやすくなっちゃったじゃん、ヤス君そうですね、君の相棒の。すごいな。そうなんですよ、はい、なんでちょっとそこの威力の下がり方が、まあ、トゲキスミラーも含めて他は、はい、まあ、原子の力当てて、まあ、通ってたのがちょっとそこが使えなくなっちゃったので、能力上昇を狙うだけの技になって
ってしまったので、そこがどう影響してくるかなって感じですね。自分とかも結構原子の力火炎砲で使ってたんですけど、マスターリーグで、まあ、技でちょっとこいつ使いづらくなっちゃったなって言ったのは、まあ、今挙げた2匹ぐらいですかね。そうですね、2匹ぐらいですね。はい、わかりました、ありがとうございます、ね、ちょっとこっからがね本題なんですよ、はい、僕としては。はい、アイコンですね。江野さんのアイコンのこいつだよ、こいつこいつだ、江野さんのツイッターアイコンのこいつがこいつが何をしてくるのかが一番みんな気になってんだからランドロスですよ、はい、ランドロス、江野さん、そうこいつやばそうなんですよね。そうなんですよね、江野さん、じゃあちょ一旦ランドロスがなぜ強いのか、はい、まあゴーバトルリーグにおいて、はい、PVP においてなんで強いのかってことをちょっと教えていただけると嬉しいです。はい、まず強いところなんですけど、はい、シンプルに種族値が高いっていうところですね。もうそもそも種族値が高い、はいはい、そうですね、平均的に高くて全部まあ平均以上、まあ、防御がちょっと200切ってるんですけど、攻撃に関しては261で HP も205あって、最大 CP も3588で、はい、まあ、普通に全ポケモンの中でも25位っていう、 今実装されてる中だと25位の最大 CP の高さなので、まず種族値が高いっていう部分と、はい、プラスしてこいつめちゃめちゃタイプ あの優秀で、弱点が氷と水だけなんですよね、はい、いやそれね僕も見てびっくりしたんですよ。シンプルに、まあ、ポケモンとしてのスペックが高いっていう部分があって、うんうん、はい、でそこに加えてなんですけど、はい、技がえぐい、うん、そう、技がえぐい、はい、ちょっと僕もね見ました。はい、なんですかあの技大地の力激印岩なだれ気合玉って言って何でもできる、かつ通常技がマットショットっていう、うん、めちゃめちゃゲージ技打ちやすい、はい、通常技なんですよね。技がもちろんすごく幅が広くて、で今、言っていただいた技もタイプ的に結構そのGO バトルリーグのマスターリーグで、はい、で出てくるようなポケモンたちいろんなのに弱点つけるじゃないですか。はいはい、どの技構成が出てきそうだとか、なんか江野さん的にあります？どれ使われそうだ、まあ、一番多いのは、まあ、通常技は本当考えなくても一択でもほぼマットショットで確定なんですけど、はい、ね、うん、ゲージは、回転がまず速い岩なだれはかなり採用率が高くなるかなと思っていて、うん、はい、次にゲージ技として多いのが大地の力、うん、地面技ですね、はい、地面弱点のポケモンがめちゃめちゃマスターリーグの環境って多くて、多いですね、そう、はい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 、はい、まあ、バンギラスとかディアルガとか、うん、メタグロスとか、メタグロス、はい、メルメタル、うんうん、メルメタルもそうですし、そっかそっかそっか、っていう部分が多いので、まあ、地面技がシンプルに使いやすいんで、はい、大地の力が、まあ、左右率が高いのかなとは思ってます、うん、でただ、うん、結構激凛とかも左右率高くなってくるのかなと思っていて、うん、シンプルに、うん、あの必要なエネルギーが60で、うん、少なくて、かつ威力がタイプフィッチなんですけど、うん、110あるので、うん、大地の力よりも普通にタイプフィッチの場合でも結構威力出ちゃう時があるんですよね、うん、なるほど、まあ、もちろんエネルギーがちょっと多いから威力が高いっていうのもあるんですけど、普通に激凛で当倍でダメージ当ててゴリ押しっていう時もあるので、うん、まあ、激凛は普通に採用率が高いかなと、高くなってくるのかなとは思ってますね。なるほど、うわー怖いですよね。ランドロスが、うん、要は相手がじゃあ例えば出してきたとして、どの技ってなるのが怖いですよね。怖いですね、めちゃめちゃ怖いですね、はい、それじゃあ江野さん、はい、そんなめちゃめちゃ強いランドロスさんなんですけど、はい、何で対策したらいいんですかね。それが知りたい、いや、そう、それが一番そうし、そう、知りたいのよ江野さん、もう強いのは分かった、でも出てきた時に何を出したらいいのかをみんなは知りたいんですよ、こっちのみんなは教えてください、はい、はい、まあ、前回の、まあ、マスターリーグでも多分使用率が高かった海洋が、うんうん、まあ、結構比較的簡単に対策ポケモンとして使えるのかなと思ってて、うん、さっきあの弱点が2つだけって言ったんですけど、いわゆる水が弱点なんですよね、はい、ランドロス、はい、なんで、うん、あの海洋ガの滝登りで多分おそらくというか、まあ、実際やってても結構ゴリゴリ削れちゃうので、うん、なるほどなるほど、一番対策として使いやすいのは海洋ガかなとは思ってますね。そうですね、はい、はい、海洋ガだったら、うん、もちろんその環境にもいるし、あとその入手機会もね結構多かったですね。そうですね、多かったですね、はい、そうするとじゃあ水だとそうですけど、はい、例えばそのだでもどうせダメージ与えるんだったら氷でつきたいじゃないですか。はい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 、はい、氷だと誰ですかね。
なんかいますか？個人的にはグレイシアが、はい、前回のマスターリーグもいたんですけど、まあ、グレイシアがおそらく使えるのかなとは思ってます。実際に対面して使ったりとかしないとちょっとわからない、まあ、まだわからないというか、まあうね、まだ研究中なんですけど、はい、今のところのじゃあもう江野さん的なおすすめはやっぱ海洋画っていうことになるんですかね。そうですね、海洋画が安定して使いやすいかなと思いますね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、はいはい、ということで、江野さんにですね、マスターリーグについていろいろお話伺いました。江野さんありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。いやいや全然、はいはい、またですね、またあれですね、会ってね、またねちょっと飲みに行ったりとかしたいですね。ね、そうですね。まあ、あとは遠隔で ね、フレンドで対戦できればね、いいですね。あ、そういうのもいいですね。うん、ちょっとまたなんかこういう形でまたちょっと動画ぜひ撮らせてください、江野さんね。はい、やりましょう。お願いします。はい、はい、お願いします。はい、はい、それじゃあ今回はこの辺で終わると思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだツイッター、インスタグラムやっております。やすくんも江野さんもツイッターやっておりますので、よかったらフォローお願いします。はい、あ、でも江野さんは最近もあつ森のことしかつぶやいておりませんので、はい、その辺をご了承の方だけフォロー。確かに。いや、マスターリーグ始まったらランドロスの多分つぶやきだけになるんで、さすがにそっちでも極端な人強い動いて楽しいことを全力でやるんでそれがいい、それが一番いいっすよ。はい、家の中でもね、はい、楽しいことやっていきましょう。はい、はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい。